何すんの今日そういう始まりだったそうやはっていうゲームをするはい皆さんなんでお前は知ってんねん軽く聞いてん、はい、軽く皆さんの演技力をちょっとチェックしたいなと思ってなるほどボードゲームのはっていうゲームがあるのではっていうゲームじゃないはっていうゲームのあるそれはそれぞれのさじ加減で決めてもらっていろんなはがある、はい、あそうあじゃあそれを当てるってこと当てます4パターンのセリフがありますので、はい、セリフ言う前に赤いマーカーでどれを言うかチェックしてもらってそれは伏せてください、はい、昨日飲んだハっていうゲームがそもそもどんなもんなんかっていう解説しとった方がいいんじゃないハっていうゲームは8パターンぐらいのハがあって例えばため息をつく時のハ怒った時のハ悲しい時のハみたいな感じで演じる人はどのハかを頭に浮かべながらそのハを言います、うん、で他の人はどのハかっていうのを当てるゲームそれが俺いつも分からへんのが結局何をしたら勝ちなの当てられた人数が多いほど勝ち、はい、でもそれやったらこいつ演技うまいからこいつが勝ったら嫌やからってことでわざと外すのもありってことそこはみんな仲良くちゃんとやろうっていうそこはあれなんやちょっと緩い感じなんやな、うん、みんな心が綺麗なのあなたと違ってでももしも命をかけてやるんだったらやるからには命かけるぐらいの気合でやりたい罰ゲームとかないから多分緩いんだと思う罰ゲーム何にする委託の触らなければならないがそれもうご褒美じゃないですかじゃあとりあえずやってみましょ う, みましょうじゃあもう端からでいいじゃんやいやじゃあ端いやいやだじゃあもういや端っこからやるじゃんそうしましょ う, どうしよう手品に驚いてなんでパニックになってなんで振られた時のなんでありえないのなんでなんでしか言えないってことですなんででこの4パターンどれかも表すできそうこれあれ身振りはやってダメなんですか身振りダメあそうなん言葉と表情だけらしいですよだから一回ブラスに戻してもらってどれを言うかを丸つけてもらっていやあれすら見ちゃダメなんですね、はい、丸かなんかチェックかなんか入れてそしたら皆さんはブラスさんのなんでを聞いた後にどのなんでかこの ABCD で、はい、なんでなんでよそれ振られた時のなんでかな気持ちいいなんでなんで気持ちいいのか自分で自問自答してるなんでそんなにいいよって振られた時のなんでありえないのなんで決めたんだよねねえねえ周りのものによっては違うやん変える必要があることもあるやろ命かけてんねん違うでもブラスはその決めたやつに対してもう本気でそれを一個やればいいからみんなに分かりやすいようにあなるほどね例えばパニックになってなんでと手品に驚いてなんでちょっと似てる感じがするからちょっとまた違うんですちょっと本気でやってみてもしちょっと恥ずかしがったらもう一回やってもらうからね嫌なんだよこういうの行くわよブラスの何でまで声が3、2、1なんでこれ真面目に答えていいのかなだからさ、はい、俺面白さ抜きにやってんの、ね、命かけてるからなんかあったの一つ目やからそうだ、ね、ちゃんと分かりやすいのを見せる、ね、だから次のセミザーちゃんぐらいから本気で面白さに走っていってくれると思いますすっごい嫌な MC で最後のアレちゃんが一番楽しみやなうわじゃあ皆様選んでいただきましたでしょうかではせーので上げてください、はい、せーのこれ俺やっぱ優秀ちゃう正解ちょっと待って早くない言うの下手くそだよ急にやっぱ経験したことがあるのあるなだからの今さっていうのはあるからね自分の性格的にねえなんでっていうタイプじゃないねえでもさ別れたいって言った時にさえなんでの方がさこれよくないえなんでって怖くないえ俺でもそっち早いねんそう怖くないでも私もそっちやななんでってなるとすがってる感じがして、うん、なんかちょっとねプライドがねそうそうそう勝っちゃうだってこっちタダでさえ振られたのにそこでさらにさなんか傷にさこんな縫い込むみたいな感じにしようでそれが嫌やからえ理由は落ち着いたね、うん、やつで言っちゃうかも私タダツヤはなんでなんだよ酔っ払ってんのこれでもう私はとりあえず優勝優勝じゃないですだってこれ以上ない成績やんじゃあセリザマちゃんね、はい、いや色っぽいあーいいじゃんあらーこれさ私のやつだったのにいけないA は色っぽいの好き B が偽りの好き C がさりげない好き D が下心ありの好き色っぽい好きとさ下心ありの好きって何が違うの下心も好き言ってほしい正解になっちゃったちなみにセリザワスちゃんはあの全部経験あるんですかこの好きはいやないですねあら嘘ついてらっしゃるわなんで大人には言ったことあるのまあありますよなんて言うの
きみたいな。その時はこれどの好きやったんそれ。偽りの好きやったん。偽りじゃない。今の偽りやん。偽りじゃない。普通に好きな人にの好き。普通にめっちゃ好きな人、好きって言うの。言う言う言う。じゃあ選んでもらって。ちなみに好きっていう時なんて言うんですか。好きって言うの。え好き。ぶっ飛ばすよ。どうしてん。付き合ってん。ざけんなよ。結婚になりそうやねん。あ、もう同棲します。どれぐらいで付き合って4ヶ月でもそれで痛い目にあって離婚して男に走るの。まだこれさ、カットだろうけど週どれくらいセックスするのよ。そう、カットじゃないよ、よく聞いてる。1回に1点ぐらい。わあ、性欲強いわね、元気な、まあ、でも早いらしい。そこが今コンプレックスやねんな。あのさ、最近さ、幹細胞を打とうと思って。ここに打つやつ。ここに打つの。大きくなる。大きくなるし感度も上がるし、うん、でも感度上がっちゃったらもっと行くの早くなっちゃうからでも勃起力もアップするんだ。すっごい携帯にメモろうとしてる。後で教えてあげるから。じゃあやります。面白いのやってよ。お手本は終わったから。ガチでやるのよ。ガチでやります。早く帰りたいでしょ。はい、行きますね。3、2、1。ちょっと待って、3、2、1。それはこっちが言うべきやから。本当に早く帰りたいのに。今で3、2、1、9。好き。はい、もう一回。ダメ。これはダメよね。いや、でもちょっとなんか難しいね。ガチでちょっとやってよ。3、3、2、2、1、1。さっきと違くない。ほんとごめんね。もう一回言ってもらってもいい。同じやつで同じ違うパターンやって。では、3、2、1、9。好き。釣り沢ちゃんだから全部嘘に見える。なんで。多分偽りのっていうのを言うんであればもっとこの女はわざとらしくするし、うん、やると思う。決めましたか。みんなだったら女優の仕事が来るというか。そうよ、行くわよ。もう俺とっくに男優の仕事が来てる。男優って言うとなんか違うものに聞こえるからさ。それでは、せーの、ダン。ダイヤモンドの D、アップルの A、ダイヤモンドの D、ブラジルの B。 全然ちゃうやん。 A やったらもっとさ、みたいな、なんか息吐くようにやるやん、絶対。で、偽りはもっとさ、好きとかでやれるじゃん。言う前にちょっと気持ち込めたでしょ。ゲイで、だから下心やねん。しかも、うまい、足りげなさもありつつの、でもなんか下心ありますよ、感じがしたの。これがもしさ、本当にさ、D だったらさ、やられるわよね。いや、結構うまいよ。で、B、偽りの。これ、B か D かで迷ってたから。じゃあ、正解お願いします。はい、正解は D の下心。イエーイ。どれくらい騙してきた。騙されてないって言うんだ。ポイントは何やった、自分の中で下心ありの。1回目と2回目は多分分かりづらいかったから、ね、上目遣いっぽい感じでやろうかなと思ったんだけど。1回だからちょっと目線が下に行ったのよ。見てから。それさ、どういう下心だったの。やっぱり金なのか、地位なのか、仕事なのか、夜のあれなのか。確かに確かに。好きになってほしいから、そういう下心。下心のある好きを言ってきた相手はどういう人やったの。いないないない、下心ある人は。これだからグラビアは好感度。いや、だからそうなのよ。だからさ、大人にやってきたでしょ、それ。やってない。年上にやった。付き合ってきたのが年上だったから。どこのプロダクションの会長だ。もう大女優ですから、うちの達也さんは。A、胸キュンのやばい。B、寝坊。今日、3すごいね。うん、すごいね。寝坊した時のやばい。C、美味しすぎてやばい。D、トイレに行きたくてやばい。やっべーとかそういう言い換えはあかんねんな。やばい、ね、やばいでしか言うたらあかんねん。準備が OK だったら、お願いします。ちょ、前出すぎて、私ら表情見えないからさ。ちょっと見せてもらっていい？ね、では、達也さんの。やばいまで3、3、2、2、1、1。やばい。え、わかるじゃん。お尻に入れられるんだよ。え、もう一回、もう一回。3、2、1。やばい。これで寝坊だったら引っ叩きたくなるよね。違うパターン。聞こえない。でも分かった気がする、これで。それか、いろんなのがあるのよ。シンキングタイム。もうええよ、もうシンキングできたから。行きそうになってる。あ、嘘、そっち。達也さんっていうことを考えたら多分こっちっていうのが。相方やからこそ難しくなるんかもな。うんうん、できますか、会長。はい。それでは、せーの、どうぞ。そう、普通に考えたらそっちなんだけど。我慢してた感じだったから。うん、で、それを興奮してたやつだったと思うんだよね。いいね、考察。でもさ、当てさす気ないやん、それやったら。食べてなかったやん、だってもう。やばいね。
みたいな感じで思ってた感じで、それはちょっと相手がいるからこその声に出せない。でもそんな好きなさ人がおってさ、やばいってなる？なる？やばい。それでは正解は。ほら、なんや、なんて。やっぱり本当にキュッてした時ってズキュッてくるじゃん。だから声にならないのよ。なるほどね。で興奮状態に入るわけね。でイケメンとかになんかさバーンって言われて、そしたらもうさ、かわいいどうしようってなるじゃん。ま、ならへんよ。ならへん。3、2、1。ラブ。ほら。赤ちゃんやったらもっと。ちょっと分かりづらかったのでもう一回。じゃあ全みたいだけど。だからもう入ってるの。3、2、1。にゃー。ボーン。ちょっと娘にもう一回やってもらってもいいですか。お兄ちゃん。天に召される。